見て、俺。今日の夕飯はセブンスヘブンにしようかな。さあ着いたよ。疲れ。まあそうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか？ティファ、私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと？そうだな、この辺りで仕事して。そっか。じゃあどうする？もう少し待ちを。そうするか。下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は？マリン、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう？きついのくれないか？来てくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。え、次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。
時間を潰すか。
作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか。あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。あ、じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。ご苦労。ビックス早すぎ。ごめんね、今はみんなと。ごめんごめん、無茶。また今度。ごめんごめん。それからだからこそ。なんだよ、邪魔が入った。続きは。ああ、おお、邪魔が入った。続きは。こういうの久し。後でね。で、なんだっけ。クラウドがいると。で、なんだっけ。クラウドさんも腹減った。どこ。何の話したいけど。何の話だ。思い出す。すまん、説得し。おっと、すまね。いざって時に。おっと、すまね。大変だったよね。もう1年か。お前らのおかげでここまで来れた。
あの頃よりみんな頼もしくなったよな。俺は腹が頼もしくなったっす。ティファのおかげだね。仲間の成長か。腹が。もちろんお腹。え？これか、これはるか。あいつらなんだ。近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ず現れる。おい。兄ちゃん、近所の人かい。まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか。この辺りに根城があるらしい。どうだろう。鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。200。300だ。まあいい、じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。文句あった。見てんじゃねえ。OK。 邪魔だ。雑魚どもの視線がうぜえな。ボールマーケットとは大違いっすね、兄貴。兄貴は怖え人だぜ。逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。ふん、神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。
俺には関係ないな。スラムの心得その1、部屋に戻るか。やるな、何でもや。気を抜くな。私たちが分からないと、この町の人いや、やめておこう。店から離れた方がいいな。食料品の品ぞろえ無事だったのね。あの人たち、何だったの？手元をしっかり見ろ。最近見かけてた奴らだよ。商売仲間。何でもやもう一回よ。あの化けネズミを、ね、のために爆破された。なんつって、はあ、話があるんだけど入れてくれない？じゃあ前置きはなしで。今度は何の礼だ？次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ？取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。手付金代わりね。私の計算だと出発したら朝まで戻れない。準備は今のうちにしっかりね。終わったら教えて。準備は OK？ じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか。かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上行くってわかるの？何？私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いててててで、
ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。ふん、クラウド、親は？いない。じゃあみんなで行くか。親不幸の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、アネゴ。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。はいっす。聞こえる？ああ。上に行く理由、リクスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発、すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか。うん、でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。シンラの？まず無理だ。そこでクラウドの出番。Come on.
こが俺がいる。急で。そんじゃ、ハムは。やっはっ。やっ。Yeah!
遅いな。バイクは乗るものじゃない。
己の一部とするのだよ、このようにね。タイヤか、安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、あ、最後まで付き合うとも、どちらかが燃え尽きるまでね。どうでそれ。ゆうかおっと、ダクライマックス対抗。ジェシー、ハンドルを頼む。え？え？どれ？あらら、ここまでか。残念。次は。二人だけで勝負をしよう。さあな。約束だ。やったな。やったっす。まだ浮かれない。造園が来る前に隠れるよ。残念。何の話だ。運転。勝手に採点するな。クラウドはもっと上手いと思ったのに。タンデムは慣れてない。次、クラウドが後ろね。嫌だ。じゃあ、次も私が後ろってことで。ほら、見えてきた。あそこから行くよ。ここからは歩きで。夜遅いし、もうそこ市街地だから。キッツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムス。はいはい、お腹空いたよね。ほら行こう。